ライアン・パトリック・ガートンは、アメリカ合衆国フロリダ州、ピネラス軍クリアウォーター出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。現在は、フリーエージェント。2012年の MLB ドラフト34巡目で、タンパベイレイズから指名され、6月8日に契約。契約後、参加の A-9 ハドソンバレーレネゲーズで、プロデビュー。 21試合に登板して4勝0敗7セーブ、防御率2.00、31奪三振を記録した。2013年は A 級ボーリンググリーンホットロッツでプレーし、40試合に登板して4勝3敗8セーブ、防御率2.44、62奪三振を記録した。2014年は A 級シャーロットストーンクラブズでプレーし、40試合に 登板して6勝2敗4セーブ、防御率3.09、44奪三振を記録した。2015年は A 級モンゴメリービスケッツでプレーし、41試合に登板して6勝1敗、防御率2.95、70奪三振を記録した。2016年はトリプル A 級ダーラムブルズで開幕を迎え、14試合に登板。 一勝0敗にセーブ、防御率2.38の成績で、5月25日に、レイズとメジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。5月26日のマイアミ・マーリンズ戦で、メジャーデビュー。4点ビハインドの7回表から登板し、2回を投げ、6安打3失点だった。6月14日のシアトル・マリナーズ戦では3点ビハインドの7回、1死から登板し、 0.2回を無安打無失点に抑えると直後の7回裏にレーズが勝ち越したためメジャー初勝利を挙げた。昇格後は6試合に登板したが6月17日にトリプル A 級ダーラムへ降格。トリプル A 級ダーラムで1試合に登板後6月21日にメジャーへ最初を格した。7月4日のロサンゼルスエンゼルス戦では2点リードの9回。 表一死から登板し、0.2回を一安打無失点に抑え、メジャー初セーブを挙げたが、新加入のベテランリリーバーであるケビン・ジェプセンと入れ替わる形で、7月15日にトリプル A 級ダーラムへ降格した。8月2日に再昇格したが、ビハインド時や大量リードでの登板となり、8月20日にリリーフのエニーロ・メロが故障者リストから復帰するため、 再びトリプル A 級ダーラムへ降格した。登録枠が拡大した9月1日にメジャーへ昇格すると9月13日のトロントブルージェイズ戦で初ホールドを記録した。この年メジャーでは37試合に登板して1勝2敗、1セーブ、2ホールド、防御率4.35、33奪三振を記録した。2017年8月6日にルイス・レンヒホ アンソニー・ミセビッチ及び後日発表選手とのトレードで、マイク・マージャマと共に、マリナーズへ移籍した。この年は2球団合計で20試合に登板して0、勝1敗、1ホールド、防御率4.91、16奪三振を記録した。レギュラーシーズン終了後の10月26日に40人枠から、外れる形で参加のトリプル A 級タコマレーニアーズへ、配属された。 2018年1月16日にマリナーズとマイナー契約で再契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。シーズンではトリプル A 級タコまでプレイし、35試合に登板して1勝0敗4セーブ、防御率3.16、43奪三振を記録した。2019年も開幕からトリプル A 級タコまでプレイし、 5月17日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。5月21日に DF となり24日にマイナー契約でトリプル a 級タコマへ配属された。レギュラーシーズン終了後の10月8日に FA となった。2019年11月26日にミネソタツインズとマイナー契約を結んだ。2020年はマイナーリーグが 新型コロナウイルスの感染拡大により開催されなかったため公式戦に出場することなく9月4日に自由契約となった。ツインズ対談後は現役を引退しアラバマ州にある野球スクールでコーチをしていたが2021年7月21日にメキシカンリーグのモンクローバスティーラーズと契約して現役復帰した。モンクローバでは8試合に リリーフ登板したが、防御率7.00の成績に終わり、8月5日に自由契約となった。平均92マイルパーアワーのフォーシームにカッター、カーブ、スライダー、チェンジアップの変化球を持つ。ありがとうございます。